温度差はちょっとある、うん、出てきたのかなっていう印象はあるんですけど、うん、でどうです凱旋門賞。何がですか凱旋門賞。いや どういう位置づけかなとかね、例えば翔さんとってどんなレースかなとか、まあ、毎年ねやっぱ海外のレースも、はい、あの、はい、大好きなので、あ、はい、まあ、よく絶対見るレースの一つですし、はい、まあ、当然ヨーロッパで行われる格式の高いレースで、うん、まあ、速攻日本馬が、ね、あの悲願の勝利を目指すレースっていう認識ではあるんですけどね、はい、ただ僕は、まあ、目指せたこともないですし、はい、まあ、その雰囲気を味わったことがないので、うん、それ以上のなんか感情は持ちようがないですね。うん、あのちなみにですけれども、翔さんが外国で生活されてた時はこの凱旋門賞とか例えば見に行ったとかは、凱旋門賞前に帰ってきました。僕は。あ、はい、そうでしたか。あ、じゃあもう現地で見たことないですね。でも本当にあれですね、テレビを通してというような。うん、でも毎年あのワクワクしながら、そういう陣営がどういう風な過程で出走させてるかとか、はいはい、まあ、ジョッキーがどういう乗り方するかとか、ワクワクしながらいつも見てるレースではありますね。なんかこう印象に残ってる凱旋門賞とかはあります？印象に残ってる凱旋門賞、日本馬どうのこうのはじゃなくていいので、まあ、去年の、はい、トルカータ・タッソが一番印象によく残ってます。近いからですか、はい、2年前より1年前の方が印象に残ってます、ね、まあ、まあ確かになんかそう言いそうやなというのをちょっと思いましたけどやっぱりそうだったかっていう。2年前は去年よりちょっと薄れてますし、3年前はもっと薄れてますし、一番印象残ってるのはやっぱ去年のトルカータ・タッソですねあのダンシングブレイブのね凱旋門賞とかもうすごいですよ。あれなんか映像で残ってるやつだ。最近あの SNS、YouTube も含めて、はい、その見れる機会が増えたので、はいはい、まあこの近年の方がよく目にすることは多いんですけど、はい、僕生で見てて強って思ったのシーザースターズとか、あ、はいはい、なんですけど、どうしてもやっぱ乗り方の方を中心に見てましたね、はい、もう。あ、その なんていうんですか、あのそのジョッキーのっていうことですね、はい、はあ、そっちですか、馬じゃなくて。馬はね、その携わってないからどういう馬が出てるか分かんないんですけど、その紙面とかで前哨、はいはい、あのその年どっから始動して、はい、どういう過程で凱旋門賞行ってるとか、そういうのは見ましたけど、うん、それがどういう馬かも分かんないので、乗り味とか普段 あの感性とかも、ただそういう前哨戦とかをもとに、あ、こんな変わるっていうことはここをピークに持ってきてるんだなぐらいなんですけど、そのやり方とかも分かんないですし、はい、ってなるとやっぱジョッキーのそこから出てくるのかとか、翔吾さんの凱旋門賞というのは、まあもっぱらその馬よりは比重が、うん、奇襲、うん、でも開業してからは、はい、よりその臨戦過程というか、そのローテーションを注目するようにはなりましたね。あ、ね、今ね、まあ、今っていうか、まあ、今というと大げさですけど、もうここのところそういった情報とかもね、すぐに、うん、うん、ネットとかで調べられますし、どういう過程で来たとかっていうのがね、その海外 そのローテーション見てると、はい、ヨーロッパの人はその日本ほど凱旋門賞のこだわりもしかしたらないのかなとも思う。やっぱどうしても種馬、はい、引退した後の種馬としての価値考えたら、やっぱり今は凱旋門賞よりもその数週間後行われるあのイギリスのチャンピオンステークスとか、はいはい、あのフランケルとか、まあ、今年もバーイードが、ね、はいはい、あの
凱旋門賞ではなくそのイギリスのチャンピオンステークスに向かうっていうのは発表されてるってことは、はいはい、やっぱ種馬としての価値は 2400m っていうカテゴリーより、はい、2000m で結果出た馬の方が、はいはい、っていうとこから、向こうではその凱旋門賞の位置づけは、はい、日本と一緒な日本人が考えてるのと一緒なのかなっていう疑問は最近ありますけどね。確かにあのアイリッシュのチャンピオン S からイギリスのチャンピオン S に行く馬とかね、うん、ああいう、ね、あの 2000m 路線ってヨーロッパもうその一昔というといつからっていう話ですけど、もう近年は少なくともその形に向かう馬ものすごく増えましたよね、うん、あの走るというかそうです、ね、トップクラスがね、うんうん、でそこで、ね、あの評価通りの走りした馬がもう鳴り物入りで種牡馬入りするっていう、うんはい、なんか形がちょっと見えてきたのかなっていうのを考えると、はいはい、もしかしたらヨーロッパの人は、うんまあ、もちろん凱旋門賞も格式の高いレースなんでしょうけど、はい、重要度っていうのはまた比重変わってきてるのかなとも思いますね、はい、そうですね昔なら凱旋門賞を目指してた馬が、うん、今言ったようなレースに行くケースが ね本当に近年増えたと思いますし、はいうんまあ、その日本人の、まあ、あれですよねそのなんか悲願っていうのが強いのはやっぱ凱旋門賞なんでしょうけど、うん、ちょっとなんか意識的にはね、変わったというかそうですね、うん、可能性はありますね十分、うんうん、ほら日本でいう昔 のどうしても天皇賞の春そうです、ね、じゃないじゃないですか今、うんね、かそういう感覚なのかもしれないですねそうですね、うん、だそれぐらいこうスピードとかを求める傾向がすごく増えてる、うん、世界的にもそのタイプの方が、うんまあ、競争に適応してるっていう風に捉えられてるのかなとは思いますね、うんうんうんそうそうチャンピオン S、イギリスのチャンピオン S の方がメンバー濃かったりしますもんねそうですねマイルからちょっとシフト距離伸ばしてきて 2000m にっていうような馬とかもね、うん、含まれてきますし凱旋門賞で、まあ、去年も含めてちょっと伏兵がっていう評価の馬が勝ったりもしてますけど、うんうん、イギリスのチャンピオンステークスとか荒れないっていうかもうあ、まあ、評判通りのあそうです、ね、馬あの評判の馬が評判通りの走りするっていう、はい、パフォーマンスを見るレースになってますよね、はいはい、そうですねフランケルなんかも最後ね引退レースでしたけど、はい、あれもだからずっとマイル行ってて、うん、最後2000っていう ね、 そうですねあれしたもんねまあ、そういった傾向というか、うんまあ、位置づけっていうんですかね、うんうん、格式はあるけれども先々のこと将来その種馬であったりだとかそうです、ね、っていうことを考えるとちょっと今凱旋門賞っていうのは、うん、日本人が思う凱旋門賞とは向こうの人の凱旋門賞の、うんうん、温度差はちょっとある、うん出てきたのかなっていう印象はあるんですけど、それでも日本からしたらやっぱり、はいまあ、伝統の年凱旋門賞で日本調教馬が勝つっていう悲願を目指してやってる空気はありますのでね、うんうん、ぜひね、翔さんのところからそういった舞台に出走する馬が出てくれることを期待しておりますんでまあ、もちろんいつかすぐ挑戦できるような厩舎作りを、ねはい、日々目指していますので、はい、それまでにフランス語をしっかり勉強します、はい、フランス語ですかこれなかなかややこしいと思いますよフランス語 Oui